皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日は新たに加わったノベルティアイテムのご紹介をしたいと思います。じゃん、ビーレジェンドのトレーニングノートです。皆さんトレーニングの記録とか食べたものの記録とかってつけてる方いらっしゃいますでしょうか？ビーレジェンドのアプリでもトレーニングの記録とかすることできるんですけど、私はちょっと手書きで書きたい派なのでトレーニングの記録とかをノートに書いたりしてます。ビーレジェンドでもそんなのがあったらいいなっていう思いを込めてこだわった内容で今回作りましたので、早速こだわりのポイントをご紹介していきたいと思います。厚みが意外とありまして盛りだくさんの内容になってるんですけど、トレーニングの記録と食事の記録ができるページが毎日書いたとして約2ヶ月分ぐらい記録することができます。まずこう開いていくと、最初にトレーニングの目標を書くページがあります。例えばスクワットを今何キロ上げられるとか、ベンチプレスだったら何キロっていう今の時点での自分の記録を記しておいて、その後になりたい目標、ベンチプレスだったら100キロ上げたいっていうような目標を入れる欄があります。それを書いて、その目標を達成した期日をまた別に書くところがあるので、自分のこう成長を記録することができる。もしくはこの日までにっていう目標を決めておいて、その期間までに達成できたかっていうような結果を書く欄もあるので、そうやって自分のモチベーションになるような使い方もできるのがポイントです。で、その下に目標達成のためにどういう練習を取り組んでいくかとか、取り組んで良かったこととか反省点も書くところがあるので、全部使い終わった後でも見返して良かった点とかを記すことができるので、これもすごいいいところだなと思います。その次行くと、トレーニングのマックスの早見表っていうのがあります。これ結構有名な表なんですけど、例えばベンチプレス10レップ上げられる力があるならばマックスは125キロ上げられるでしょうっていうように、目標値を決めるときに使える表なんですね。ベンチプレス100キロを上げるためには80キロで10レップ上げられると100キロに到達しますよっていうような目標を決めるときに使うことができるので、すごい便利な表です。で、その次に行くと、主要な食品別の栄養成分の一覧表を載せています。トレーニングをしてる人がよく食べるような食材を全部詰め込んでいて、これを見るとエネルギーとタンパク質と脂質と炭水化物、だいたい 100g あたりの栄養成分を見ることができます。しかもその横にだいたい1食分が何 g ぐらいなのかっていうのが分かるので、例えば食パン1枚6枚切り1枚だったら約 60g ですよっていうようにこう目安が書いてあるので、測りとかなくてもおおよその栄養計算ができるっていうのがこの表のすごく便利なところです。あとはビーレジェンドプロテインの栄養成分見ることができるので、これがあれば食事記録だったり栄養の計算ができちゃうっていうのがすごいおすすめのポイントです。このページは私がちょっと食材選定して私が監修したページなので、ぜひ役に立てていただけると嬉しいです。で、その次に行くと、これも私がこだわったポイントなんですけども、サプリメントのおすすめの摂取タイミングが一覧表になって記載されてます。サプリメントなので絶対このタイミングで飲みましょうっていう決まりはないんですけども、 Bレジェンドがよりサプリメントの効果を最大限に生かすためにこのタイミングで飲むのがおすすめですよっていう目安のタイミングを全部書いてあるので、これを参考にサプリメントを取っていただけたらなと思います。で、その隣に目標別のおすすめのサプリメントとそれぞれの摂取タイミングも書いてあるので、これも参考にしてみてください。トレーニングノートなのでトレーニング方法もこれのノートを見ると分かっちゃうというのがすごくいいところで、筋肉名称の図鑑があったりとか、ビッグスリーって言われるベンチプレス、スクワット、デッドリフトっていうトレーニングの基本の種目があるんですけど、その種目をやるとどの筋肉の部位が鍛えられるかとか、ビッグ3のやり方だったり注意点とかフォームのポイントっていうのも写真付きで書いてありますので、ここもぜひご覧いただけたらなと思います。例えばベンチプレスのページだと、ベンチプレスで鍛えられる筋肉は大胸筋と三角筋と上腕三頭筋ですっていう風に書いてあります。バーを持つ位置だったりとか、バックアップした時の呼吸の仕方とかですね、あんまり教えてもらえないすごく細かいことがトレーナー監修で書いてありますので、すごく充実したページになってます。ベンチプレスする時はセーフティーラックをつけましょうねっていう注意点も書いてあるので、ジムのルールだったりするんですね。注意点も見ていただけたらなと思います。で、それ中行くと記入欄に移ります。これがだいたい2ヶ月分ぐらいあります。
ここもこだわったんですけど、日にちが書くところがあって、体重と前日との体重比、何キロ減ったとか何キロ増えたとか書くところがあって、ウェイトトレーニングだけじゃない日とかもあったりすると思うので、サイクリングだったりウォーキングだったりそういう日もあると思うので、天候を書く欄も作りました。その下に、種目と何回何キロ何セットやったかっていう記入欄があって、トレーニングの欄はこれだけあれば結構種目全部書けるんじゃないかなと思います。でさらにその下にどんなサプリメントを取ったかとか、何時にプロテイン飲んだかとか、あとは、朝食で何食べたか、何キロカロリー取ったかっていうのを記入できる欄もあります。間食でサプリメント取る方とか食事を取られる方もいらっしゃると思うので、朝昼晩に分けることなく枠を6行作ったので、しっかりこれも漏らすことなく書けるんじゃないかなと思います。ここもこだわりのポイントです。で後半に行くと B レジェンドの全商品が載ってるカタログのページがあります。これを見れば次どんなサプリ買おうかなとか、どんな味があったっけなっていうのも全部見ることができるので、カタログとしてもご活用いただけます。商品カタログの最後にですね、 QR コードがついていて、ここからもすぐお買い物のページに飛ぶことができるので、気になった商品をその場で買うことができちゃうっていうのがポイントですね。最後のページも私が監修したページで、各栄養成分の働きだったりとか、 WPC と WPI って何が違うのかっていうようなことも書いてありますので、大体のサプリメントはこれを見ればどんなものなのかっていうのは分かっていただけると思います。これを読めばトレーニングマスターになれちゃうと思いますので、ノートとしてではなくバイブルとしてもご活用いただけると思うので、ぜひこれはゲットしていただきたいなと思います。でこんな素敵なノートなんですけども、実は非売品でして、ノベルティキャンペーンがあるんですが、それでしかゲットできない商品なんですね。その対象金額お買い物いただいた方にプレゼントできるっていう商品なので、 SNS やブログなどで随時告知していきますので、ぜひ逃すことなくチェックしてください。堀井が完全監修しましたこのトレーニングノート、たくさんのお客様の手元に届くと嬉しいなと思います。使ってる様子とか SNS でシェアしていただけるとすごく嬉しいです。では今回は新しくアイテムに加わったトレーニングノートのご紹介をさせていただきました。ちょっとでも気になったよっていう方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。